教職員の働き方改革が叫ばれる中、きょうの鹿児島市議会で市内の公立の小中学校で時間外の勤務をしている教職員の実態が明らかになりました。人材不足も問題となっていて小学校では3人、中学校では1人が定数を満たしていないことが分かりました。教職員の働き方改革が求められている学校現場。 きょうの鹿児島市議会の個人質問で市内の公立の小中学校で時間外の勤務をしている教職員の実態が明らかになりました時間外労働が国が上限とする月45時間を超えた教職員の割合は昨年度、小学校は19.5%、中学校では26.1%。 年間三百六十時間以上の割合は、小学校、中学校ともに半数近くとなっています。また、時間外労働がいわゆる過労死ラインとされる。月八十時間を超えている。教職員は、小学校で一点二パーセント、中学校で三点七パーセントとなっています。人材不足も問題となっていて。 今月1日現在で小学校では3人中学校では1人が定数を満たしていません本当は子どもたちの悩みや思いをたくさん聞いて子どもたちとじっくり向き合いたいもっと楽しい授業がしたいしかしもう学校だけではどうしようもないくらい限界に来ています引き続き聴覚勤務時間の削減や教職員の未配置の解消に向けて 学校や県教育委員会と連携して取り組むとともに児童生徒と教職員が向き合う十分な時間を確保し教育の質の維持・向上に努めてまいります一方、少子化や教職員の業務負担を軽減するために進められている部活動の地域移行について市の教育委員会は来年度までモデル事業の実施と検証を行い 2026年度から実情に応じて休日の地域移行につなげていきたいとしています。